フェンスがプレーを選んでるかっていうと、基本的にはミスマッチを狙います。こういった形でディフェンスが守ってますよと、こことここ、これまずミスマッチのことです。じゃあここ1対1に守ってるんだったら、早いタイミングですね、こうブレイクっつってこう、左右に動いたりすることで、まあ、なかなかつきづらい状況を作りましょうというのがまず1個、スピードのマッチアップになります。そうすると2キロバック入れましょうと、まあ、ここのミスマッチが成立しなくなるんですね。今度じゃあ今度ランプレーやったらいいんじゃないのと。なんでかっていうと、ランプレーブロックする選手 1,2,3,4,5,6 人に対して、ランプレーに参加するだろう選手っていうのは 1,2,3,4,5,6 人とイーブンになるんですね。イーブンになると基本的にオフェンスが強いです。じゃあどっちにプレーしたらいいんだっていうのを考えた時には、ディフェンスはこれ見るとインサイドラインバックが真ん中にいますから 5.5 人対 5.5 人、じゃあオフェンス何人ですかっていうと、こっちに6人ですね。したら絶対こっちはランプレーだった方がいいです。逆だったらこっちだった方がいいです。まあ、こういう人数のミスマッチを作ることも常にオフェンスは考えてますよ。耐えてんの、こいつ大体大きい選手、サイズもあってブロックもできて、かつパスも走れましょうと。で、彼が何にアドバンテージ取るかっていうと、やっぱりサイズなんですね。この6人の人たちがラン守るよっていうことで言うと、この人がパスコース出てくる時に守るのはセーフティーなんですね。大体そんな、やっぱりそんな大きい選手じゃないんですね。そうするとこの人のパス守るって時に、いやいやスピードでは全然勝てるんだけれども、じゃあ頭より高いボール投げられたらもうつけませんねと。スピードのミスマッチですね、それから人数のミスマッチ、それからサイズのミスマッチ、大体こういったところでオフェンスのプレーを組んでいくことが多いと思います。サードアンド10ヤードになりましたといった時に、やっぱりパスを組むにはレシーバーたくさん入れた方が、より速い選手をたくさん入れた方がパス投げやすいよねっていう話になると、まあ4人ぐらいのレシーバー入れたりとか、まあこれパス多いなっていうとダイムの選手入れましょうとか、まあこういったことでだんだんなっていくわけですね。まあ、もしくはこういうバランスの取れたフォーメーションっていうのは、ディフェンスもバランスを取って守ってくれることが多いので、じゃあ1人3対1、3人対1、1人ですね。そうするとこの人たちどういうふうに守ってくるのかっていうことですね。いや、この人たち全員ずらしますよとかなるのか、それとも、いやいやいや、こういうふうに持ってくるのか、もしくはこっちから人を下ろしてくるのかとか、まあ、こういったことを常にやりながら戦略戦術が変わってくるとっていうふうに、になります。こういうフォーメーションを組んでくると、当たり前ですけどディフェンスもきっとパスだろうなっていうことが想定つきやすいと思うんですよね。ワイドレシーバーが4人入ってるから、まあ、つまりランブロックする人が少ないからっていうことなんですけど、じゃあ相手になるべくランかパスか極端に分かりたくないよねっていうのは誰もが考えることで、じゃあ特殊なところでいくと、大抵の2人置いてレシーバー2人置いてランニングバック1人と、これはディフェンスとしてはやりづらいんですよね。なんでかっていうと、パス取れる選手は4人入ってますよと、でボール走る選手もいると、かつこの人たちブロックできますよね。かつこれだと、まあ、ギャップって僕ら呼ぶんですけど、ボールを走るところって 1,2,3,4,5,6,7 と1人増えるとこれが8になるんです。で、近年のディフェンスはギャップディフェンスって1人1ギャップ埋めることでランプレーをですね止めるっていうことを成立させる考え方が強いんですけど、ここに耐えてるのはもう1人入ると、じゃあより大きい選手をじゃあ入れてきますかと、ギャップが1つ増えるから、これも1個の考え方です。だけどじゃあこの3人でこれ1人抜かなきゃいけないわけで、このレシーバー4人守るって恐ろしく大変なことで、そうやって考えるとここの大きい選手を増やすっていうのはなかなかゴール前とかのディフェンスだったらまだしも大概はできないんですね。じゃあそうするとどうするかっていうと、こういうセーフティーなんかを参加させることが多かったりするんです。そうすると何かというと、必ず1ギャップは、まあ、弱い選手がいる、もしくは1ギャップは守る選手がいなくて、例えばもうここは守る人いないでしょ、じゃあこれはどうやって守るかっていうと、こういう人たちが頑張っていく、ボールがこっちの方にランニングバック来たらこれも守っていくしかないので、まあ、こういったことで動きとか人でカバーしていくしかなくなるんですね。仮にチームの中にいい対点でも2人いたりすると、まあ、こういうディフェンスに対してアドバンテージを取れるようなフォーメーションを引くことができると、こういうふうなことも中にはあります。